ただラフォール・ジェルネをショパンというテーマでやるのは難しいだろうというふうにも言われておりました。Parce que Chopin a composé 24 heures de musique。おそらくショパンの作曲したものをかなり多めに見積もっても24時間分になるというふうに換算してますから。Et à la folle journée, nous programmons 300 heures。ご存知の通り、ラフォール・ジェルネでは300ものコンサートを開催しないといけません。Si je programme Brahms, Brahms a composé peut-être 400 heures de musique。ブラームスに関してはおそらく作曲を時間に換算しますと400時間ぐらいになると思いますから。Donc pour Chopin, je me suis dit, faut présenter l'univers musical de Chopin。ですからショパンをテーマにするにあたっては、まずショパンの宇宙という形で皆様に聞いていただくしかないだろうと私は思います。Toutes les œuvres qu'il a composées。まずショパン自身が作曲した全曲。Mais également toutes les œuvres qu'il a jouées en concert。プラスして彼がコンサートで実際に演奏した曲。Car Chopin était un très grand interprète. もう当時ショパンというのはピアニストとしても偉大な人でありましたから。Mais également toutes les œuvres que Chopin aimait écouter en concert. それにプラスしてショパン自身が足を運んだコンサート、彼が演奏会で聴いた曲。C'est donc Chopin qui était le directeur artistique. ですから何度も申し上げましたようにショパン自身が音楽監督だったらばどういうプログラムにするのか。Moi j'étais à son service. ですから私はショパンに仕えるという立場で今回は参加したつもりです。来年はじゃあそれがブラームスになったような形で音楽を楽しむことができるということでしょうかね。Ça sera l'année de Brahms, mais également à côté de Brahms, à la même époque. もちろんブラームスがいて、同じ時代にブラームスの他にどういう人がいたか。Vous aviez Liszt. Liszt ももちろん並行して存在したわけです。Liszt et Brahms se connaissaient. Liszt とブラームスは知り合いでした。Et l'année prochaine, c'est le 200e anniversaire de Liszt. 来年はリチャードの200年祭ということにもなりますので。À la même période, il y avait Gustav Mahler. あと同じ時期にギュスタヴ・マーラーという。Et l'année prochaine, c'est l'anniversaire de la mort de Mahler. マーラーの死後の何周年かになります。Donc vous voyez, on va organiser quelque chose d'exceptionnel autour de tous ces compositeurs. そういった作曲家を中心に据えて、特別なやっぱり年に1年にしたいと思うんです。Avec Brahms au cœur de la folle journée. 心臓部にいるのが、ラフォルジュの心臓部にいるのがブラームスという形ですね。華やかな音楽祭が楽しめそうな感じで今からもドキドキするんですけれども、おそらくこの後皆さん1年間それを楽しみに待ってるわけで、ブラームスというテーマにおいて予習をしておくとさらに楽しめると思うんですよね。そのために例えばルネさんからブラームスのこの曲を聴いておいたらいいよっていうのをいくつか教えていただけるとありがたいんですけれども。 La musique de chambre de Brahms très accessible. おそらく歌曲が一番聴きやすいかと思います。Son quintet avec piano, あとピアノ付きの50奏。C'est quatuor avec piano. あとピアノ付きの40奏ですね。Avec des très jolis thèmes à la hongroise. あとハンガリー風の美しいテーマがついているあの曲。C'est pièce pour piano, les intermezzi. あとピアノのためのインテルメッツィ。C'est concerto pour piano aussi. C'est des pièces énormes.Et puis, si vous voulez être un peu triste, son Requiem. Et on donnera deux versions du Requiem. Requiem に関しては2つのバージョンをお聞きいただこうと思います。La version avec orchestre. オーケストラバージョンと。Mais une autre version que Brahms a composée. ブラームス自身の作曲による別のバージョンがございます。Pour être joué à Londres. ロンドンで演奏するためにブラームスが編曲しましたが。C'est chœur plus deux pianos. 合唱プラス2台ピアノ。Et c'est très intéressant d'entendre cette œuvre. この曲、やっぱり比べて聴くのが面白いと思います。On met en avant le cœur. まず、合唱団の目の前にいる、それを聴くというのは非常に印象的ですから。素晴らしい。さっきの記者会見では一言も語ってくれてなかったようなことをたくさん喋ってくれたんで、この会議、いや本当にありましたね。皆さん、これはお得なお話が聞けたと思いますよ。今の曲、ぜひメモしておいていただいて、CD を予習して、来年楽しみにしてくださいね。明日は金沢最後のこの大団円に立ち会われるわけですよね。Oui, actuellement il y a des concerts, beaucoup de concerts à Kanazawa. そうですね。まさに今金沢でも多くのコンサートが開催されています。Tous les concerts sont complets. もうすべてソールドアウトということですね。Et l'orchestre de Kanazawa participe beaucoup avec Michi Inoue.金沢のそのオーケストラの方でもやっぱり井上さん指揮者の方と一緒にもう心を込めて参加なさってくださってます。Mais j'aurais un peu de regret de quitter Tokyo. ただこうやって東京を後にするの非常に心残りとか寂しいと思っております。Et je vais très vite préparer la prochaine folle journée. ですからもうすぐに次回の来年のラフォルジェルネの準備に取り掛かろうと思ってます。
しみに待ってましょうね。その前に予習復習もぜひ忘れずにやってください。明日は僕も金沢に行こうと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、もう間もなくね、東京のこの音楽祭も終わるんですけれども、皆さん本当に満足いただけたかと思います。皆さん本当にお疲れ様でした。また来年も素晴らしいものを期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします。この中にもう一度拍手をお願いいたします。